こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は目利き力アップにおすすめの本ですね。これをご紹介します。まず、Amazon 輸出ビジネスがわかる本。これでね、Amazon 輸出の出品の仕方等がわかります。ところが、この本の出版が、1年半前なんですけど、書いたのは正直2年以上前ですね。その当時は、やり方さえわかれば、適当な商品を載せて稼ぐということが可能でした。ところが今はですね、やっぱり扱う商品を選ばないと、稼げないです。たまにね、知識は全然なくてもいいですよ。ツールがありますとかね、教えますとか、そういう塾とかスクールとか、ブログ、あるいは情報商材っていう、高い電子書籍とかありますけど、全滅してます。そういうところで真に受けてやった方がですね、いくら頑張っても稼げません。あるいはアカウント削除されちゃいました。サスペンドされましたと言って、転売アカデミーに入会してきてます。本当に、そんな甘くはないです。お金を稼ぐのは、簡単ではないと。ただ、楽しくやる方法はあります。それをお勧めしてます。もう自分が興味持てるもんでやるしかないですね。で、自分が興味持てるもん、どういうふうに探すか、その辺をこの、趣味力でがっちり儲ける個人輸入入門で解説してます。何しろ輸入は輸出と比べたら全然厳しい市場なんで、稼ぐためにはネタ選びが重要と。で、もう趣味を兼ねたもので稼ぐしかないというような、書き方をしてます。だからネタ選びも具体的に書いてます。で、実際に、じゃあどういうのをやるといいのかというと、本屋さんに行ってください。ある程度大きな本屋さん行くと、こういう趣味の本がですね、いっぱいあります。文房具だの。これはフィギュアですね。それから、ゴルフクラブとか、釣り具。他にもたくさんあります。で、何か、ご自分でそういえばこういう動画好きなんだよなっていうのが見つかったらですね、その雑誌を読んで、目利き力を鍛えると。ね、もうずっと毎月毎月読んでください。1ヶ月ね、ちょろちょろってやって稼げるようにならないです。当たり前です。1ヶ月ぐらいね、ちょろちょろっと自力でやって稼げるわけがないと。で、今まで、20年、最低20年以上ですね、入会してきてる人は20年以上生きてる方ですから、生きてきて、その強みを活かして稼ぐというやり方を転売アカデミーでは教えてます。ただ、強みを活かせそうもないとかね、自力でやる方は、もう本とかで勉強していただくしかないと。で、自力でやらない方が、独自でやって稼げるっていうのは今、あんまり正直成功率が高くないです。そんなわけで、テーマアカデミーの方で、稼ぎ方を教えて、こうやってください、ああやってくださいってやってるんですけど、その時ね、この人は正直稼げないんじゃないのかな、厳しいかなと思う人が、言う共通のセリフがあります。全く趣味がないです。特に興味が持てるものもないです。ただ、儲かるんなら、興味を持ちますと。ね。じゃあ、興味を持ってくださいって言って、いいと思うね、素材、近くにあるお店の素材なんかをお勧めするんですけど、だいたいしばらくすると、しばらくってね、1ヶ月、2ヶ月経つと返ってくる言葉、本当はめんどくさいことをいつまでやんなきゃいけないんですかと。めんどくさいという言葉が返ってきます。趣味がありません。でも、稼げるなら、好きになるように努力します。めんどくさいです。これ三拍子揃ったらですね、まず稼げないです。で、逆に稼げる方が言うセリフ、このセリフを聞くとね、大丈夫だな、この人はきっと稼げるなというセリフがあります。それはね、やってて面白いですと、楽しいですねというセリフですね。好きなものを選んで見に行くんで、やっぱ楽しいんですね。で、楽しんでやってると力もめきめきつきますし、興味を持ってやってればね、やっぱり興味を持ってない人よりは断然、知識の吸収力もあるということで、ほとんどの場合、早めに稼ぎますし、しかも稼ぎ額も大きくなる傾向が多いです。そんなわけで、近道はですね、儲かる商品を見つけてくださいというところから入るんじゃなくて、自分なら何なら興味を持てるか、逆に何ならね、儲かんなくてもずっと眺めてたいか、そういう視点で選んだ商品を扱うと非常に稼ぎやすいです。急がば回れじゃないですけど、儲かる儲からないじゃなくて、まずは何なら興味を持てるか、何に興味を持ってたかを、突き詰めていくと。このやり方がおすすめです。
具体的にどうするかですね、チャットワークあるいはスカイプの方でご質問していただければ、サポートさせていただきますので、ご質問、あるいは、ご報告お待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。